ちょっとここです。まあ、お昼休みなんですけど、海鮮丼食べたいなって思うんですけど、磯丸水産お酒飲んでるおじさんとかいて怖いじゃないですか。なんでここでウーバーイーツしようかなって思って来ました。まあ、すぐに磯丸水産でうな丼は高いんで、いやまあマグロ丼も高いけど880、880、まあ漬け丼ですかね。まあ高いけど、まあたまにはっていう。外で受け取る。お、あと18分で来る感じですかね。では待ってましょう。まあよく考えたら、磯丸水産でお酒飲んでるおじさんも、ウーバーイーツの配達員の方も同じ人間なんですけど、まあでも、なんていうか、配達員の方の方が関わりやすいような感じはしますよね。おお。注文のピックアップに向かっています。おお。いますね。いや、頑張ってください。あ、ウーバーイーツですね。はい。はい。こちらです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。普通に配達してもらいましたね。まあ、公園でも普通に配達してくれるみたいですね。いや、磯丸水産初めて頼みましたよ。もう氷が入っていますね。っていうか、そう、ずっと磯丸水産食べてみたかったんですよね。でも、やっぱり居酒屋なんで、行きづらいじゃないですか。でも、ああやって公園で注文できるってなると、まあ、僕みたいな人でもね、注文しやすくなってくるっていうことですね。なんかマグロがちょっとぬるいんですけど、まあ美味しいです。あ、醤油かけてなかった。川です。まあ普通に美味しかったですね。でも880円で、あの、マグロ丼一杯だと、まあ普段の食事僕だと4、まあ、5杯ぐらいは食べられるんで、まあ、それだけに値するかっていうと、まあ、わかんない感じでした。あ、鯉がいた。